ダースレーダー DJ オショーのはぁ、いよー、何鼓太鼓みたいな感じ、何よーポンポン、出るわ出るわ、固めのラスの時期。お前何やってんの脳とか見てんの、なんか、なんか家にいる間なんか何見てんの、技を磨けよ、おしょうま何見てんの、技がない、君には技がないからやっぱり技、今の技なの、技でしょ、俺全然なんか攻撃的なもの食らってないんだけど、それ技いやだからこれだから、なんつうの、技術の追、技術、何ラップってそういうことやんだっけよーポンみたいな、よーこれもそれ君さ、フリースタイルダンジョンとか見たことあんの？ん？フリースタイルダンジョンとか見たことある？いや、フリースタイルダンジョン僕出た時今の感じだった。誰もいねえよ、お前。そんなラッパーどこにいんだよ、お前。絶対日本中誰もやってねえぞ、そんなの。だってもう、デュクデュクデュクって言って、ビート、ね、セロリさんがビート出したら、いいよー、我こそ歌舞伎ロックスぐらいしかいねえから、そういうことやってるやつ。誰もそんな、我こそは、ゴいや、いや、まあ、それをやったらさ、フリースタイルダンジョンでそこそこ勝つとは思うよなんだこいつはってさ、やっぱなんか、ね、成功さんとか引っかかるかもしれないからね、いや伊藤成功さんは引っかかるとは思うよただね、かっこよくはね、何にもいや勝つかもしれないけど、いやこれ氏神一番の格好で言ったらもうそれはもう氏神一番だから氏神一番の格好でそんなことやってたら別になんか真似とかでもないからねいやいや、なんだ、だからやっぱ時間をどう有効活用するかっていうことなんです、結局大事、お前絶対有効活用してねえじゃねえかよ、今だって僕、うん、昨日までのダースレイダーはうん、よーができなかったんだよ、今日できるようになったな、何やってんだお前、時間有効活用しろよよーって何、ほらだから練習しなきゃできないのそれ、大将くん全然ダメじゃん、だって今やって、今やちょっとやってみて、よーほらもう全然ダメ、もうお前リストだぞ、ほとんど期待しない、本当に雑音も何もお前これやり方とかあんのこれもうだから伸びがね、うん、どこまで、要は水泳で言うと鈴木大地の毛伸びみたいなもので、バサロスタートみたいなもので、うん、こう例えをもうちょっと最近のものにしてくれ鈴木大地は随分潜ってたよ、うん、あれ長い間、あれ反則だった、あれは反則だからね、あれ反則だったんだっけ結局、うん、いやいやもうだってもうズルでしょ、あん時は大丈夫だったんじゃなかったっけ、そうそうそう、でも物議を醸したね物議醸すなよ、うん、お前だから僕も、うん、これでフリースタイルダンジョン出ると物議醸すでしょ、これはいや醸すよそれはただ格好が悪い、とても格好が悪いぞそれはもうね2ターン目が困るんだよね2ターン目はそうだね、1ターン目はまあこれでなんとか乗り切って、うん、でまあ大概さ、うん、これに対してのさアンサーというか返しはもう決まってるじゃん、ふざけてるのかてめえはみたいな話じゃん、多分。ああ、まあ乗ってくるってパターンは相当な少ないと思うね、これね。だから相手がこっちがいよーってやって、相手の前になったら向こうがいよーって返してきたら俺負けるね、これ。そう、そこかい。うん、お主は何を食べておるのじゃ、まあ、そういう感じになってくるよねこれはね負ける、これやられた、これ唯一の負けパターンですね、おめえもうちょっと考えとけよそれやるんだったら5ターンぐらいはさ返し考えとかないとダメだよこれは、いやいやいや帰ってくんだからこんな技は、うん、まあだから次は動きだけとかね、あるじゃん、頼むお前フリースタイルバトルで動きだけで勝負ってすごいぞ動きだけで
相手を圧倒する動きだけで。あれも喋ってなんぼの大会だからね、言っとくけど。もうこうね、何をきっかけにその技は生まれたの？ん？あ、俺の技？うん。なんか休みの間なんか見てたの？家で。そういう歌舞伎とか。こういうの降りてくるよね、基本。出た。スキルね、ミュージシャンが言うやつだ。うん、降りてくるとか言うやつ。降りてくる、降りてくる。もう、なんか、頼んでないのに降りてきたもん。もう。降りてき、お前、そう、歌詞が降りてきたみたいな感じで。お前は次これをやれって、いいよなんか、そういう感じのラップ君やってた気がするけどね。ああ、たたたたたみたいなさ。まあ、言わっしゃ。大城くんね、多分ね、まだ気づいてないと思うんですけどね。うん、僕がね、電撃ネットワークとマイカデリックで曲をやったときもね、やりましたね、昔ね。その時にはもうすでに片鱗は見せてるんですよ。あれは、なんだっけ？It's a party, come on everybody, it's a party の後さ。うん。あ、手上げろ、足上げろ、もうそろそろ飽きたでしょうってなってるね。あれは確かちょっと歌舞伎、なんていうの、歌舞伎的な雰囲気というか。そう。で、それに電撃のみんなが、あ、それって、合いの手を入れてくれるっていう。入れてたね。うん、あれ、すげえ、お互いのスキルを無駄遣いしたよな、なんか電撃と俺らもさ、一応ラッパーでさ、うん、ヒップホップだけど。そう、だから、最初、牛丼さんとか、うん、いやー、うん、めちゃめちゃかっこいいラップ聞かせてくださいよみたいなこと言って、うん。まあ、サナは結構普通にラップしてたんだけど、うん。俺はなんかもう、イオーって、あとね、うん、ダイオウイカの踊り食いって言ってたと思う。言ってたね。うん、なんかやっぱ、ちょっとあの時は歌舞伎ラップを始めてたよね。歌舞伎ラップね、うん、その後誰も続かなかったけどさ。そうそう。あれ、だって10年以上前でしょ、うん、15年前。あん時さ、その電撃ネットワークの牛蔵さんが、結構、あ、俺もラップやろうかな、みたいな軽い気持ちで、急に言ってね。うん、スタジオ入って、そしたら、結構バッチリリリック書いてきてたんだよね。すげえ、しかもかっけえの。うん、そしてもうブースに入ったら、結構そこそこラップできてんのね、なんか。いや、もうだからやっぱあの人だって90年代の、ね、クラブでも遊んでるね、うん、人だから。そうだよね。うん、だそれこそさ、KT ことさ、金子大輔くんとかさ、うん、KT ってもうあれ浸透してんの今んとこ俺も一瞬今誰かって思っちゃったけど君から教わったから KT を太一マスターさんね、旧太一マスターさんね、 DJ とか、ね、うん、DJ タツタさんとかの先輩だから、牛蔵さんはさ、そうだね、その、うんうん、新宿とかでさ、下北とかそういうのでやってる、うん、だその時期のやっぱりクラブの遊び方知ってるから、ラップもなんかガスボーイズとかああいう感じのフローだよね。そうだね、ちょっとその90年代初期の、うんうん、そうそう、ガスボーイズとか、そうね、スケボーっぽいさ、なんかさ、うん、うん、だからなんかなんだっけな、マイクを持ったら一発新橋、うん、そうそう、なんかちょっと軽くね、MCAT さん的なフローも散りばめられてたね、やっぱり、うんうん、すごいなんかかなりふわりが細かいっていうかね、うんうんうん、でやっぱさ、あの時の電撃さんはやっぱ、うん、南部さん、うん、南部さんがもちろんその時初めてお会いしたんだけどさ、うん、やっぱもう会った瞬間からなんかこの人ちょっと怖え人なんじゃねえかって思いが出てたね。南部さんは怖えよ、うん、やっぱそのバラエティ番組とかで見てた時のさ、南部さんっていうのはおでこにさ、うん、空き缶乗っけてなんかへへーみたいな、ね、へらへらみたいな感じだったけど、うん、もうなんか楽屋で会った時はちょっともうほんと歌舞伎町の奥のやばい組織の人っぽい雰囲気だったね。渋谷のね、とある喫茶店で僕もたまに行くところで、うん、南部さんが常連で、うんうん、南部さんの椅子席が決まってるとこがあってさ、もう結構その段階でやばい、うん、やばい人だよね、なんか、うん、そこでね、真っ赤なさジャージでさ、うん、新聞とか読んでんだけどさ、うんうん、ああもうすごかったよ雰囲気が、なんかねこう、うん、すごい昭和の芸人さんって感じのなんか、まあまあまあ、もうね、もともとだってダチョウ倶楽部なわけだしさ、そうだよね、うんうん、なんかこう威圧感がすごいあったな、うん、いやだからかっこよかったね、もう、ね、亡くなっちゃったけどさ、三五十五さんがさ、三五十五さんね、うん、渡哲也ってもうね、そうだから
あのね、電撃さんのライブの時もこう司会をやってたからさ、うん、曲の中でも俺らのね曲の中でも司会として登場してもらったんだよね、うんうん、だってその時のうちらの紹介がさ、マイコリリックメガネ、ダースレイダー、うん、ノーメガネ、真田健太、ノーメガネってなんだよ。キャッチフレーズとしたら全員当てはまるんだよな、大体の人が。メガネかけてなかったら、うん、ノーメガネ、ノーメガネ、ノーメガネ。いやーでもね、あれ曲かっこいいんだよね。和尚のミックスでさ、うん、リミックスバージョンが入ってるじゃん。前出したさ、あ、俺のミックス CD にね、うん。あれとかもね、すげえ。うん、爽やかミックスの方入れたんだっけ、元の方だっけ、爽やかミックスってちょっと、ね、アコースティックギターの、うん、を使ったダンスミュージック、ね、うん、結局一緒にライブをやってないよね、やってない、うん、まあね、まあやる機会は多分もうないだろうけど、うん、なんか一回くらいやっときたかったね、ライブ。そうね、うん、だって電撃さんはさ、うん、なんか一緒のイベントになったこととかってあったよね。あるある。新宿ロフトで、うん、マイカデリック、ユーサロック、電撃ネットワークのスリーマン。あー、うん、あったあった。あった。で、その時、うん、楽屋でまたユーさんがダンサーの人怒ってて。うん。お前、なんか過去の話になると、大体ユーサロックさんが誰か怒ってるって話してるけど。何なの当時のね、僕の彼女がその声でビビってね、ライブ見合いで帰っちゃうっていう、うん、あったな、なんか、うん、ちょっと怖いから帰るっ て、 あのうちらのライブ見合いで、でもなんかその、うん、まあ2000年代初頭とかにさ、うんうん、ユーザロックさんと電撃ネットワークさんをまずブッキングしたその呼び屋さんって結構、うん、なかなかのセンスしてるよね。いや、だから、ロフト、電撃ネットワークは、火とか、うん、ロケット花火とか使うから、ああ、そうそうそう。少なくて。そうだよね。あの人たちを、火器厳禁な箱が、まず、ここは出れないから、そう。だから、その新宿ロフトとか、散ったぐらいしか日本ではできないみたいなこと、当時。すごいよな。自分らがライブする箱を、まず確認するのがさ、うん、キャパとかじゃなくて、うん、火器が使えるかどうか、火が使えるかっていう。サソリが使えるかどうかだからね。サソリは多分どこでもダメだろう。危険すぎるからね。でもさ、だから日本以外だとやっぱめちゃめちゃさ、あの人も、うん、東京ショックボーイズって名前でさ、そうだよね。大人気だからさ、うんうん。やっぱだってみんなびっくりするわけじゃん。サソリ口に入れて出したりさ、うん、いやだ、やっぱああいうのはさ、金玉にロケット花火とかさ、すごいやっぱこう、本当に全世界共通の笑いっていうかさ、すごいよ。だから YouTube でさ、うん、エガちゃん、エガシラがやっぱ100万人、あ、一瞬でさ、登録者突破したのっていうのも、やっぱ、うん、言葉わかんなくても、なんとなくあの人の動きで笑っちゃうもんね。見てて面白いからね。うん。ああいうのは強みだよな。うん、ちなみにね、うん、オフィス北の時代にさ、はいはい。初めてビートたけしさんに、うん、挨拶行くとき。うん、夜ね、うんうんうん、あら、やばい、途切れちゃった、もしもし、あー、いた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 、うん、今ね、電話かかってきちゃって、うん、これね、今日もまだ言ってなかったけど、一応これテレワーク収録でね、LINE の通話を使って今こう高澤さんに録音してもらってるって状況なのね、うんうんうん、だから他の電話かかってきちゃうとねこっちが切れちゃうんでね、うん、なんでお前こっち優先しとけよ、会いに行くっていう日に、うん、もう夜会いに行くのが決まって TBS にね瀬戸橋博士に連れてってもらって決まった日の、はいはいはい、夕方にリリスクっていうさラップアイドルのさ、リリカルスクールね。そう、リリカルスクールの、うん、ワンマンみたいなのが、うんうん、恵比寿のリキッドルームであって、うん、それで、見に行ったわけよ。うんうん、リリスクの、姫ちゃんとかさ、うん、自分のイベントにも出てもらったりもしてたから、それで見に行って、うんうんうん、そしたらさ、娘連れてったの、一応上のね、うんうん、そういうの楽しむかなと思って、そしたら、うん、ライブが終わった後、メンバーが出てきて挨拶するから、うん、残ってメンバーと、なんかその、うん、挨拶したり、関係者なのかな、一応仲打ちみたいな、うん、の人は、残っててください、みたいなこと言われて、うん、で、うちも、娘を一番前の列に、連れてって、リリスクが出てくるのを待ってたら、
隣にいたのが牛蔵さんで、うん、おお牛蔵さんはやっぱこう牛のフェスとかでさアイドルのフェスでやってるから、うん、そうだねアイドルのほんとこうもう、うん、地下のアイドルから全部こういろいろチェックしてるもんね、うん、そうそうそうそれで、うん牛蔵さん取られて「あ牛蔵さん」みたいなこと言ったら牛蔵さん「おお達成だ」みたいな感じで、うんうんうん、でまあだこのあと実は、で、なんかその、うん、お前、ダースレーダーってオフィス来たの入ったんでしょみたいなこと言われて、そうなんですよって言って、うん、いや、実は、つって、今日この後夜、初めてたけしさんにご挨拶に行くんですよって言ったら、ゆうぞうさんがにやりと笑って、うん。いやー、とか言って、たけしさんは、怖えぞとか言って。おー、なんかその、ぎゅうぞうさんがさ、言うと、ちょっとまた意味合いが変わってくるな。そうそうそう。どっち方面の声なんだろうみたいな、ね、やっぱさ、ぎゅうぞうさんなんてこう、いろんな修羅場をくぐり抜けてきた、うん、もう、武闘派芸人って感じの人じゃん、なんか。感じの人って武闘派芸人でしょ。そんな人がさ、こう、ね、なんかこう、警告を発してるっていうと、そうそうそう。もう本当、殺されんじゃないかって思った。いや、本当それ、うわっっていうか、なんつうだろう、まあ、本気度が上がるよね、こっちも。うんうんうん、で、その後さ、リリスク可愛い子たちが出てきて、あ、お疲れさん、ありがとうございますって言ってるのをさ、牛丼さんとか超笑顔で、うん、やよかったよーみたいな感じで言ってて、それで、来てくれてありがとうございますみたいな話をした後に、うん、で、僕はもうじゃあ、娘連れて、じゃあ一回家帰るから、あ、お疲れ様でしたって言ったら、うんうんうん、牛丼さんがわざわざもう一回怖えぞいやもう一回言われるっていうなんかでもさ電撃ネットワークさんとかって、うん、そのビートたけしさんはすごい大好きそうな芸をするじゃんなんか、うんうん、まあ、うん、まあ要は博士に言ったらねいやあいつは乗り込んでくる側だからね、うん、みたいなこと言ってたからおうおうおうまあね、いろいろあるんだろうねっていう。なんか、なんかあるだろうな。触れたくねえな、なんか。まあでもね、そういうのもあってね。まあでも、電撃ネットワークと曲やってるっていうのは、うん、後々考えると、これはね、うんうん、面白いことやってますよね。まあそうね、なんか、あとこう振り返ったとき、こう、バイオグラフィーの中で、何やってんだ感はすごいからね。何やってんだっていうのが、やっぱそのためにもやったっていうのもあるもんね、この。まあだから、レーダーのさ、レーダーのほらさ、今結構いろんなネット配信でさ、うん、その、いろいろこう、今の時事ネタを語るさ、うん、こう、秀逸な人、大人の人たちと、毎日やってるでしょ、ネット配信とか。うんうんうん。ああいうことをやってる中でさ、やっぱこう、オフィス来たのに入ってたって知らなかった人はさ、うん、結構な衝撃と思うよ、なんか。まあね。まあ、最近、あれだよ、なんだっけ、たけしさんが、うん、TBS で、安住アナウンサーとやってる番組って、うん、報道番組。ニュースキャスターでしょ、うん、うんうん。あれ、ちらっと見たらさ、うん、もうビートたけしって、肩書きジャーナリストになってんだね。そうなの？そうだよ。俺びっくりしたから。別にまあ、肩書きとかいらないじゃん、あの人。うん、まあね、まあね。うん、だけど、やっぱビートたけしの上の方にちっちゃく、かっこジャーナリストって書いてあったからね。そうなんだと思った。それっていう。僕でも、だから挨拶に行ったら、その TBS の、うん、その出番前ですよ。あ、その番組の出番前だったんだ。そうだから、うん、これは何回も話してるけど、やっぱまあ、うん、すごくいい話なんで、もう一回言えば、まあ、要は、うん、たけしさんともう対面でお話をさせてもらった後にね、うんうん、まあ、スタッフが呼びに来て、うん、それで、まあ、本番ですみたいな感じになって、で、その後、うん、水道橋博士とか、うん、あとね、ある北郷さんとか、しめさばあたるさんとか、まあ、それ軍団の人いるんだけど、うんうん、まあ、みんなでこう、たけしさんを送り出しって言って、スタジオまで、はいはいはい。一緒に歩いてって、うん、で、その間ずっとたけしさんはね、ネタの話してる。おー。で、それを、ある北郷さんと、うん、しめさばあたるさんが、うん、メモってて、おメモってるって言っても頭でね、うんうん。ほんで、何々つったらこうだからさ、とか言って、ばーって。ああ、もうその場で思いついたものを、うん。もう議事録として残しとくって感じで。そうそうそう。で、うん、面白いよな、みたいな。あ、こういう時、あ、これだったらあの話に繋がんな、これ、みたいな。ずっと喋りながら、うん、うんうん。言ってて、それで、もう本番、スタジオなんか入って、うん、準備、生放送だから準備してて、うん。その間もね、タップダンスとかしててさ、たけしさん。
すごい、なんか本当にフランスだ、なんだ。そうそうそう、タップダンスしながらすっげえしょうもない話をいろいろ言いながらもう大爆笑みたいなして、うわははって笑って、うん、それでもう次から次にもとにかくずっと喋ってて、うん、あれよ、これなんとかだったろみたいな感じでわーっと喋ってて、すごいなんかかっこいいんだろうな、それって、うん、なんかさ、俺らがさ、そのライブやるときさ、うん、まあ、先輩ラッパーとかがさ、袖で、うん、ワンマンの前に、うん、袖でちょっとフリースタイルやってる姿とか見ると、うん、あ、まだ未だにこういうことやるんだって思うけど、うん、なんかそういうかっこいい、もう全然そういうスタンバイで軽くジャブ打ってから本番臨むみたいな感じだもんね、うんうんうん、でそしたらそのスタジオで生放送始まります、10秒前みたいになった、うん、それで10秒前って言ってる時までタップダンスしながら喋ってて、うん、で987って言ったら、うん、ふって歩いてって、うん、それでスタートって言った時にカメラ前についてドン、うん、こんばんはビートたけしですって始まってんの。あー、なんかすごいな、その流れ、余裕な感じだね、うん、すごい、なんかもう歯磨きしたりさ、顔洗ったりするぐらいのノリなんのかな、もしかしたら。そういうのいきなりニュース番組モードになってるからね。おー、直前までケイシー高見の話とかしてたのに、うん、急にいけんだね、そういうのが。そう、すげーと思って、もでその番組が始まったら、うん、軍団の人たち、まあ僕はそのさらに後ろにいるんだけど、うん、お疲れ様ですって頭下げて、うん、でも先に博士の子は帰っちゃうっていう。レーダーはさ、その時そのそのスタジオに入るまでは、うん、その花道っていうか、なんていうの、その列の後ろの方にいたの。そう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 、列の後ろに、うん、まあとりあえず行くぞっつって言って、うん、まあついでっていうのがよくわかんないんだけど、まあダメとも言われてねえしなみたいな感じで、うん、うん、なんかこれさ、もしかしてだよ、うん、もしかしてだけど、うん、やっぱレーダーってその時初めてお会いしたわけでしょ。そうそうそう。で、まあ、たけしさんだってさ、それはまあ人だよ、人だから、うんうん、もしかしたらなんか若手の見たことないやつがいるって気づいて、うんうん、ちょっとや普段やったこともねかまし、かましてる可能性ないか。このちょっと若手いるから芸人ってのはこういうもんだぞっていうのを、うん、本当にタップダンスとか本当やったことないけど、その日初めて本番収録前にちょっと普段やってる風な感じでやったってない。いやー、まあでもだからいつもこんな感じなんですかって聞いたよ、うん、博士に。もしかしたら、うん、いやそうなんだよ、じゃあこれはもう日常だったのか。そう、もうずっとこういう感じなんだねっていうのを、まあ、すげえなーって思って。さすがにダースレーダーにかます必要すら、いや必要さが全くねえから、かます必要がないのか、多分存在すらもはやないことになってるっぽい。存在すら、うん、いやー、まあ、うん、なかなかでもたけしさんのそういうね、本当のオフの姿なんか見れるもんじゃないもんね。まあ本当のオフではないと思うけど、やっぱテレビ局の中だから、うん、とはいえ、うん、前の姿、うん、もう見れたのはこれね、オフィスキャノン入ってよかったことの一つだよね。まあまあね、だってそのね、なかなかそういうたけしさんの姿見れない軍団の人とかもいるって話じゃん、うん、まあまあ ね、うん、ね、まあだから弟子になっちゃった方がさ、うん、やっぱりそのいろいろ多分大変で、僕なんかさ、ただのバカ像なわけでさ、重症の、うん、にね、まあしかもその後すぐ結局出てっちゃうわけだから、うんうんうん、なんかだからその真正面のお笑いとしてぐ、うん、オフィス来たのにいなかったっていうのもちょっと良かったんじゃない、なんか、うん、まあそうだね、うんうん、やっぱだから弟子はもう取んないって話だったからさ、いやー、最近レーダーあれどうなの、そのコロナのこの時期はさ、結構毎日その配信をやってんの。そうね、まあ、うん、配信はやるね、うん、なんか毎日何かしらをやろうと思ってて、じゃないとメッタリがつかないから、うん、YouTube の登録者数とかさ、すっげえ増えてない、うん、すげえ増えた。でもそれ生配信やってから、生配信やってからね、急に倍ぐらいになってんじゃない、うん、倍、うん、な、やっぱすごいな生配信、俺もやりてえよ。いやだから和尚くんは、うん、そうね、和尚くんはあと700人ぐらいでしょ。700、今250ぐらいまで来たからやっと、うんうん、まあやっぱ嘘でもいいから、うん、今必要なおもちゃ知識みたいな、うん、この時期を生き延びるための
動画解説みたいな。お前それなんかさ、中田あっちゃんの YouTube みたいになってないか。俺そういう絶対ボロが出ると思うんだけど、この時期を、このコロナの時期を生き延びるおもちゃテク。うん、おもちゃテク。すげえ取ってつけた感があるけど大丈夫そんなことやって。どっかってね、うん、すっげえなんか荒らされそうだな、そういうことやってると、うん、まあね、難しいところだけどね。でもでなんかさ、ほら今そのコロナでさ、家で自宅にいる時間がみんな増えたっつってさ、うん、もうコロナ離婚とかって言われてるじゃん。あ、そうなの。そうそう、あの10、まあ、熟年夫婦みたいな、うん、まあ熟年夫婦とかが多いらしいんだけど、やっぱね、ずっとお互い夫婦で家にいるから、お互いの嫌なとこすごい見えてきちゃって。まあだからね、仕事出かけてってね、帰って疲れて帰ってきて飯食って風呂入って寝るぐらいだったら我慢できたけど、ずっといるのかよこいつみたいな、うん、本当別に外にね逃げることもできないし、うん、みたいな感じでさ、うん、でとりあえず給付金の10万円もらえるまではみんな我慢してるとか、なんかそういう話らしいけど。生々しい。レーダーとかもさ、なんか大丈夫なの、君んとこコロナ。うちはだからコロナ離婚するよね、家族4人で猫もいるから。なんか、ま、あん私と配信どっちが大事なのとか言われてないの。全く。むしろだってさ、ちょっとでも違うことやって時間があった方がいいわけじゃん、そんなの。うんうん。まあでもやっぱ子供はね、結構ね、配信してるとね、うん、乱入を試みてくるからね。うん、あ、だからね、その、下の子出てるからね、言ったら。普通の会社員の人とかもリモートワークでさ、うん、やっぱその奥さんがチラッと映ったりするとか、なんかそういう話ってあるもんな。うんうん、いや、もうだってうちの下の子はもうね、顔が企んでるのが分かるからね。あの部屋に入ってきた瞬間に、うん、あ、これ、ちょっと一発やってやろうって、うん、かましてやるぞみたいな顔で来るからね。でもなんかそういうなんかアクシデント とかがいいんじゃない、なんか生配信、うん、そう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 、鹿島さんとやってる時とかも来ちゃってさ、うん、鹿島さん、あのプチ鹿島さんはねさすがですから、もうすぐにね、うん、あの子供転がしをして、おーおー、ね、うん、はい、今ちょっとおじいちゃん大事なこと話してるからねあー、うまいね。本当レーダー本当はあれなんじゃない、やっぱそういうバズらせようと思って あらかじめ子供に手紙書いてさ、お前なんか10時20分に部屋に入ってこいとか、無邪気な感じで入ってこいとか、うん、やってんじゃねえだろうな。字読めねえからな、下の子。すごい、でも人気出そうだけどな、そういう突然の乱入とかはさ。まあね、まあでも結構やっぱ今来るかみたいなね、うん、安倍昭恵さんの話とかしてる時に来るからね。一番遠いとこで来るな、うんうん、安倍のマスクとか叫びながら来たから、うん、プチ鹿島さんは、うん、今、TBS ラジオの方ってどうなってるんだろう。 TBS ラジオ東京ポッドはやってるでしょ。うん、あれは普通にスタジオ収録なのかな。収録だからね、もともと収録だから、あ、まあ、どういう収録をしてるのか分かんないけど、うんうんうん、いやなんかでも本当そのラジオもさ、その俺ら今こう LINE 通話でやってるけどさ、うん、やっぱ日々ねいろんな各局改善してるみたいで、うん、本当にスタジオでやってるような雰囲気で今もうお互い電話だけどやれるようになんか技術革新してるね、なんか、うん、あ、音も変わってきた、うんうん、あ、そう、すごいね本当。おぎやはぎさんのラジオとか、うんうん、むちゃくちゃ音いいんだよね今。あ、そうなんだ。うんうん。だからなんかもう。何度変えたの？メガネ変えたの？メガネは関係ねえだろ、全然。何の、電波の何の影響も及ばさねえから。いや、ちょっとこのメガネかけると、ほら音良くなったみたいな。シャキーンみたいな。ねえから、お前。そんな、すげえぞ、お前、電波。メガネで変えられたら。メガネで変えれるぐらいの技術。これ逆にすごい技術でしょ、だって。それはすごいよ。だからレーダーはさ、その、うん、今 Wi-Fi が繋がりづらいの家の。弱い弱い、もう激弱。だからなんかそのネットの生配信とかも途切れちゃったんですよ、この前。途切れちゃった、この間。やってる途中30分ぐらい DJ やってさ。それはや、まずいだろう、絶対に。辛い辛い。で、くるくる回り始めちゃってさ。うんうん。もうダメだーって。その、一緒にやってたのがダブマスター X さん、うん、そう、ダブさんとやってたやつで。うん。要はダブさんも家にいて、僕も家にいて、うん、で向こうが音出して僕がマイクするの。ダブさん的にはもう、うん、いきなりどうなってるかも分かんないわけじゃん。そうで、まあ、連絡して切れましたって言って、でもその、うんうん、ダブさんの DJ だけをダブさんの家から配信してもらうのに切り替えて、おー、あ、僕が絡まなければこっちのネタ関係ないから、う
で切り替えて残りの時間ダブさん一人でやってもらったけど、参ったね。まあだからやっぱ夜ちょっと今だから早めの時間に、やるようにしたりしてる。11時から起きちゃうとできなかったな。結構さ、やっぱり本当になんかみんな家にいてネット使ってんのかなが影響か分かんないけど、やっぱ普通にスマホとかもさ、Wi-Fi で夜になるとやっぱ結構ダメだね。ダメよ。映画とかさ、Amazon プライムとかで見てても、やっぱ止まっちゃうし。まあ、和尚は止まってるよね、基本ね。俺、何なんだろう、俺の問題じゃねえから、別に。いや、和尚はやっぱちょっと。保証は止めといた方がいいんじゃないかなと俺も言ってる。俺だってお前平等に電波くれよお前。何なんだよ。いやいやいや。保証。ピコーン来た。これピコーン来た。またこれ入ってねえのか通話には。ピコーンがズドーンみたいな。音声高沢が30分、番組開始30分お知らせするピコーンをね、今、流してくれたんだけど。でもね、実はね、この放送の前にちょっと音声高沢、が何かこう不具合を起こしてね、なかなか番組を録音スタートできなかったんだよね。うん、あ、完全に和尚のせいだけどね、多分ね。俺じゃねえよ、高沢さんのせいだろ、完全にやれば。何にもしてねえからな、俺。なんかね、通話が、高沢さんが入ってくると、なんか、電話の音声が乱れるっていう、なんか、怪現象が起きてね。うん。まあ、和尚がいるときは最初からずっと乱れてるけどね。俺、この前のズーム配信の時は相当悪かったけどね、あれは。もう、だっていないのかと思ったの、後半。後半は確かにちょっと。もう寝てんのかな、みたいな。ちょっと疲れてた。これ、いつまでやんだろう、ズームって。ズームの終わりっていつなのみたいな。ズームの終わり。ズームの終わりが見えないって。ズームって初めてやったからさ、どうやって番組って終わってくのかな、とかいろいろ思ってた。まあわざとね教えなかったんだけどね。教えろよお前。なんなんだよそれ。ズーム配信あれずっと、でもレーダーはズーム配信でやってんでしょ、その生配信は基本的に。そう、対談系の人と話すやつはズームだね。うん、今のところなんかすごいよな。喋りはね、うん、もしもーし、はいはい、ああごめんごめん、あら、途切れちゃった？やばいな。途切れじゃないよ、途切れじゃないよ。あ、大丈夫。何一人でパニックってんの？ただ危なかった。さっきさ、俺ちょっとその高沢さんとに聞いたらさ、さっきも話出たけど、フリースタイルダンジョン、番組、テレビの。あれもなんか、ズーム配信でこの前やってたんだね。あ、なんか遠隔でやってたみたいね。うん、やっぱこっちはさ、内髪スタイルを磨かなきゃいけないから。よーポンじゃねえんだよ、お前。見ちゃうとさ、逆に良くない時ってあるじゃん、そういう時って。なんなんだよ、影響されるとかそういうこと。なんか今のラッパーに影響されちゃう。せっかく見返してきた内髪スタイルがこう。お前のは、ヨーポンは誰かに流されるようなスタイルではないと思うけど。そんな確固たるスタイルがあってさ、ちょっと人のラップ見たら真似、そっち真似したくなるとかないと思うんだよな。つい取り入れちゃうとよくないじゃん。よーダセーみたいな。ダセーんだから、まずそれが。末広がりずって、M1 に出てたけどね。ああ、ね、めでたいね。ああいう感じなの？まあまあ、だから、一応彼らも僕も、の影響下にあると言えるね、うん、お前その乗っかりはまずいだろう。向こう結構売れてんぞお前今。いやだからフリースタイルダンジョンさ、それ、ズーム配信でやってるって聞いたから俺てっきりさ、遠隔ラップバトルかなとか思ったらバトルはしてないらしいんだよね。ああそうなんだ。うん、まあでもなんかバトルとかやってそうだよね、そのズーム使っても。そうね。うん、できるよね、あのタイムラグないんだから。そうよね、ただビートを聞きながら。あ、ビートか。そう、音が良くないから。うん。まああと相手のラップをやっぱ、聞き漏らさずに、全部チェックしないといけないじゃん、対戦相手の言ってることを。そうだね。あの辺は結構難しいだろうね。まあまあでも、MC バトルなんて唾飛ばし合ってみたいな感じだから、やっぱ今一番さ、
3密のね、うん、最大級なものって感じするけどね、うん、まあっていう意味では気使わなきゃいけないのもわかるし、うんうん、まあいろいろアイディアはあるんだろうなと思うけどね。いやなんかもうだから3密を俺はもう日々ね恐れてるから、うん、もうやっぱ電車乗ったらさ、うん、あのこの前山手線乗ったらさ、うん、まあ電車の初めてのお使い、初めてのお使いじゃねえよ、まあ、42だぞ俺もやばすぎだろあと俺に頼む相手がいねえんだよまだおしょうこれ買ってきて大根と人参とお布団言いながらこう歩く、なんでお前42歳のおじさんがお前お使い行かなきゃいけねえんだよいやもう山手線その店じゃないみたいな、違うで俺途中で泣いちゃうの人参買えないでも山手線がずっとぐるぐる回るから終点まで乗ろうと思ったらずっと回って降りれないっそして BB クイーンズかかって後ろで誰にも負けないオーベイバーもうね、違うんだよ、うん、泣いちゃう泣いちゃうみたいな。山手線乗ったらさ、うん、そのあ結構さあれ、まあ、窓が開くようになってんじゃん、換気のためにね、うん、うん、でもねなんかその全部の車両窓開いてるわけじゃなくて、うん、なんか乗ってる乗客に結構委ねられてるっていうか、開ける開けないわ、うん、うん、だからなんかたまたま乗った車両が窓閉まってるってことよくあってさ、おー、だからもう俺もう乗った瞬間に窓開けおじさんにもうすぐなるからね。なるほど。え、それ拳で割るの窓開けスタミネーターなんなのその怪力ドカーンってねうわっつっていやでもなんかね結構これ勇気実はいる行動でさあ、窓を開けるのもね、その窓が開けるのが1車両に決まったとこで、うんうん、そこのその窓が開く席のとこに人が座ってる場合もあんのね、うんうん、そうなるとなんか自分は座んないんだけど、その、うん、窓だけ開けるっていうね、窓だけ開きに行くっていう、うん、なんかなんかそのそこに座ってる人にとってはなんかちょっと気分悪いじゃん、なんか、うん、わざわざ来て俺の後ろの窓開けてくんだみたいな。しかもなんならそのあ俺が窓を開けてねえってことに対してなんか言いたいことあんのみたいな、そういう雰囲気にもなんかそうそんなこと思ってなくてもなんかちょっとそういう雰囲気になっちゃうんだよね、なんか、うんうん、だからその時だから、うん、大事な一言がおしょうくんがあれば大丈夫なんだよ、なんかワンワードもう一言言えば全部大丈夫、解決するから。何よ、こう行くでしょ、うん、なんかお兄ちゃん座ってるとするじゃん、窓閉まってるし、うんうん、そしたら、うん、ガラッて窓開けた瞬間に、うん、はぁ、あ、いい風だいや何のフォローにもなってねえよお前ないい風って言っていい風だって言うと、いい風に反応できないから、ああいい風への反応はないから、いやそれお前なんか逆に嫌だな、なんかちょっとなんか君髪の毛長いんだから、うん、その風でパタパタって髪の毛がこう、うん、いい風って言って後ろ髪がパタパタパタって風に乗ればもう完璧じゃない、うん、何俺はそのあのコロナとかを気にして窓を開けるんじゃなく純粋に風が欲しくて、いい風が欲しかった、そう誰も否定してない、いい風、いやお前それは絶対にバレてるよ、そのそれは難しいなお前全然いいアイディアじゃねえな、いや爽やかな顔が大事だよいやいやそこまで俺パワー使いたくねえんだよ、なんかいい風できればほんと最小限のパワーをでみんなが平和になるその換気の仕方をね見つけたいんだよ。オールジョン、あのおしょうくんの超能力でさ、うん、手をクイッてあげれば窓バンって開くじゃん。俺超能力あるって言ったっけお前おい、おしょうくんの得意なあのスカートをめくらせてなって、お前完全にお前性犯罪者だからそういう能力を使っちゃいけないんだよ、あったとしてもこれでもうちょっと頑張れば窓開くでしょ、だってダメなんだよお前、超能力ねえんだよ俺別に。ないのないのか。このラジオではなんか霊能力者とか名乗ってコーナーやってた時期もあったけどさそうそうそう、超能力は霊能力あるけど超能力はないいやどっちもねえんだよ本当のこと言うと
何にもねえよ俺は。まあまあでもまあでもさ、別に悪気はないっていうか開けた方がみんないいわけだから。まあね、なんか、うん、それによってまあね、みんなが平和になるためなら俺頑張るぞって感じ。そうもう悪いのは和尚だけだっていうことです。解決するのは。それは本当に避けたいんだよ。みんながピースに終わりてんだよ。だからもうみんなさ、本当にさ、なんか、ピリピリ尖ってんじゃん、最近もう。うん。何かっちゃ、誰かを攻撃するみたいな感じのモードが。うん、で、なんか、ラジオでもさ、ナイナイの岡村さんが、なんか話したことをまた、すごい炎上しててさ。大変だね。うん。だからまあ、でもなんかやっぱ、我々もさ、一応ラジオやってる人間としてはさ、うん、まあ、その岡村さん言った内容はともかくとしてさ、うん、やっぱ、炎上するってちょっと夢じゃん、ラジオで話したことが。お言ったな、おしょうくん。やっぱそこだよね、なんかラジオのゴールインとしては、うん、どんなことを喋っててもなんか次の日何かネット上でそれが話題になるみたいな、良くも悪くもみたいなね、うん、だってもう僕らなんてマンウェザミッションの正体バラしても話題になってないんですから。そうだよ、しかもその内容が真実かどうかも怪しいっていう内容を見切り発車したにもかかわらず、何にもなってねえんだぞお前。僕は信じてるよ、だって TK が放火だ、うん、僕の中ではもうほぼ確定してるから。マウイズ・ザ・ミッションの中身は TK だから TK、うん、ちょっとだってメガネの形あるもんね、シルエットのメガネのどんだけパンパンのお面なんだよあれ。ゆとりはあるだろ、あのお面。目の周りでちょっと収まってないじゃん。メガネは取れよ、お前。かぶり物するときは。なんか、キャップのつばのとこもちょっと、いや、キャップとメガネは外せっつうの、お前、オオカミのお面かぶるときは。なんか、レーザーないのかよ、新しいさ、こう、ネットを騒がせるような情報、ないの？ほら、家出てねえから、あるわけねえだろうんだな。いや、レーダーだったらほらさ、いろんなさ、うん、もうツイッター格闘家としてもおなじみなんだから、うん、こうネット上のいろんなやばい情報を知ってんでしょ。いやいやいや、だってだからそんなのみんな全部嘘でしょ、あんなの。もういいんだよ、嘘でも何でもこの際。この際炎上したいんだから、こっちは。嘘でもいいから。うん、いやー、だからそういうことを狙ってやるとやっぱ外すよね。外すんだろうな。うん。それは良くないですよ。だからね。うん、だからまあ、俺らが普通に売れればいいって話なんで、全部。いや、もうだから、それもね、ないですから。ないのかい。ないだろ。レーダーなんか、俺、YouTube の登録者数とかも倍ぐらいになってるわけでしょ？いや、だから、この番組だけスルーされてますから。でもさ、その、いろいろ配信、生配信やってるおかげで、結構こっちのラジオに流れてくれてる人多いんじゃない？そう、流れて離れてくるって、多分。一回は入ってきたけど、すぐ出てっちゃうのかな。あ、ここ違った。いや、間違えたみたいな。いや、確かに、レーダーが普段やってる生配信とか、日々のさ、時事情報とかさ、うん、コロナにまつわるいろんな話とかをしてるわけでしょ、うん、真面目に。うん、まあね、まあ。そこから来た人は、まあ、一回片足踏み入れて、うん、もう片足は入れないだろうな。まあ、入れないでおくと思いますよ、本当に。うん、でもまあ、新規リスナーさんらしき人は増えてる。ような気がするけど ね、まあ、ね、コメントとか見てると、まあ、いやだから聞いてくれてればいいと思いますよ。だってこれは砂場、もともと砂場チャンネルなんですから、ここはね、うんうん、本当にね、まあね、はい、でそういえばね、今回はねちゃんとテーマ投稿やったから、そうね、るんで紹介したいと思うんで、うん、ちょっと次のコーナー行ってみますか。はいはい、はい、ダスレーダー &DJ 王将のハ。この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りします。お願いします。はい、ということでね、はいはい、テーマートークですよ、うん、先週なんてね、テレワーク、とっきりテレワークでね、テーマ募集すら忘れたんですね。いや、もう最悪ですよ、本当に。で、まあ、今回のテーマが、うん、何でしたっけ。
メールだ、メール、メール投稿が番組宛てにメール投稿が少なかった時の、うん、まあ、造語、隠語というかこの番組のみで使う隠語を、うん、何かね、なんて言えばいいかなみたいな感じで、そうそうそう、やっぱね、うん、あの今日テーマを募集そもそもしてなかったから、うん、で結構来てます、投稿がないっていうね。今週来てますよね。今週はね、ちょっとね、やっぱね、うん、失敗をおかけしてね、少しはね、うん、あの助けなきゃってことで来てるんですけど、まずね、ちょっとあのメールを紹介しますよ。はいはい、ダーツさん、お嬢さん、高澤さん、こんにちは。やっと来ます、はいはい、うん。ありがとう。はい、先日、うっかり母の生配信ありがとうございました。イベント楽しみにしていたので、嬉しいサプライズでした。はい、後半、お嬢さんが電池切れのようになってしまったのは、しらくだったからでしょうか、ということで、ね。ピンポーンいつ終わるか分かんないから、もう疲れちゃったっていうね。はい。でね、やっさん、はい、今回のテーマ、メール投稿が少ない時の言葉は、うん、さらち、さらち、うん、それから二人ぼっち、いいね、二人ぼっち、うん、それからアイアムレジェンド状態っていうね、おお、ああ、なんかあの映画のやつか、映画のやつですね、あの地球上にもう犬と二人しかいないっていうね、うんうん、うん、あと二人ぼっちはいいんじゃない、なんか一人エッチしながらの YouTube 編集はこれあの募集してたのかって話なんだけど、はい、そんな募集してねえよお前、そんなのはこれね、誰ですか、いや、あのヤスさんね、これね、あ、ヤスさん、うん、一人エッチしながらの YouTube 編集は、うん、フリック入力、うん、フリック入力どうでしょう、私故障はフリック入力を挟みながら動画編集をしております、以上。気持ち悪いわまあね、僕はね、そのオナニーしながら YouTube 編集してんじゃないかっていう疑惑があったから、そういう話になったと思うんだけど、まあでもだからそれはあの基本は本当なんで、本当じゃねえよお前、どういう思考回路してんだよお前、ド変態すぎだろお前、いやまあでもね、よ、その割には編集うまいなと思いました。だからそのオナニーはしてないからお前編集中これ片手やってんのみたいな器用すぎんだろお前、どういうことだよ、左手でオナニー派みたいなそれはそれですげえから、お前左手でやるオナニーは。そうだって、そういうね、趣味の人いるから。右手で編集してるからね、うん。人にやってもらった時の感覚が味わえる、左手でやるパターンあるからね。そういうこともありますけど、あとですね、ツイッター。はい。ね、来てます。マダンゴアールさん。はい。はい、メール投稿が少なかった時の悲しい状態は、うん。かっこ、砂場なのに、砂が入ってねー。おー、なるほど、うまいね、うん、これはいいね、そこから派生して、うん、プールみたいになってる、あー、なるほど、もう溢れてるみたいなことだ、砂場がプールみたいになってるんだね、うん、まあなんかいいね、砂が入ってないっていうのはなんかいい感じ、入ってない、今日砂入ってない、あ、いいね、うん、今日何、砂入ってなくないみたいな、おー、いいね、結構いいじゃないですか、うん、うん、はい、太郎さん、はいはい、はい、メールが少なくてショックな状況の呼び方、うん、1弾幕薄いよっていう、ね、おー、なんかすごい戦場っぽいね、ブラックさんのね、うん、ホワイトベースがね、ジオン軍のね、あのザクと取り付いてる時のね、うん、ブライトさんの命令、あ、ガンダムのこれなんか名セリフなんだ、そうそう、あとね、砂場らしく、うん、泥団子が足りないあ、これいいね、泥団子が足りない、これ砂場とかかってるし、うん、泥団子足りないっていうのね、これ砂入ってないよか、泥団子足んねえよっていうね、あ、泥団子はなんかいいね、泥団子言ってるの、みんな投稿中の人たちがあの、うん、実は泥団子を投げてただけだっていうことがこれによってあの判明しちゃうわけなんですけど泥団子って言うとなんかすごいクソメールって感じがしちゃうな、クソメールがね、いやでも泥団子はかなりねセンスいいですね、はい、うん、あとねちょっと待ってくださいね、どんなのがあったっけな、ツイッター、うん、あとは YouTube ですか、じゃあ YouTube ですかね、うん、今開くんでね、本当だ、なんか1000回近く見られてる、あ、え、1000回、960とかだね、あー、この先週のこの放送、うん、すごい、お、すげえ、うん、だってさ、はい、通常500回ぐらいだから、うん、ほぼ倍が聞かれてんだ、1週間、ねえねえ、うん、すげえ、だからこれあのこの数が増えれば増えるほどチャンネルも今後聞いてくれなくなるわけですよね、うん、この人たちが頼む残っててくれよ、残っててくれみたいな、うん、はい、ですね、65EF さん、はい、テーマ投稿がない悲しい状況を示す言葉、うん、はい、卒賃
もうそれはただただ下ネタだ。もうただただ下ネタ。何にも砂場とかかってないっていうのは、まあ、まあいいけどね。うん、あの和尚くんが、オナニーしながらテロップ編集している時の用語は、うん、修行。うん、待ってくれ。そんなの募集してねえから。あとオナニーしながら俺 YouTube 編集してねえっつうの何なんだよ。それで有名になってれば、チャンネル登録者数増えるかもよ。お前、そんなんで有名になるか、お前。こいつ、オナニーしたから YouTube 編集してる。みんなこれ、結構編集細かいけど、これ全部オナニーしながらやってんだぞ、みたいな。最悪だろ、お前。嫌だ、お前、そのバズり方は、お前。ダメだよ。ですね、あとね。はいはいはい、はい。リトカメさん。はい。はい、ですね、テーマトーク。うん、オナニーしながら作業するときの用語、うん、ちょ待って待って待って何なんだよ募集してねえっつってんだろそういうの何はい、はい、仕込み中と、うん、仕込みを含めた、うん、仕込み中のだからうまいけどさなんでそんなにこのコーナーよ、うん、わかんねえないっぱい来てんじゃねえかよ、うん、あまああとですねアニャージローさんはい、うん、今週のテーマ投稿です。はいはい。はい、テーマ投稿がなくて悲しい状況は、うん、砂場ではなく砂漠。おお、スケールでかくなっちゃったんだよね。スケールでかくなっちゃったね。砂漠ってなんかもうかっこいい、かっこいい感じだもんね。砂漠はちょっとね、かっこよくなっちゃったな。うん、かっこよくなっちゃったね。もうちょっとね、ダサい状況だからね、メールが来ないっていうのは。うん、はい。で、和尚が、うん、オナニーしながら編集。またかよ何なんだよえ、何なのそれ。マスターエディット。な、絶妙にうまいんだよ。いいんだよ。考えんな。パワー使うな。お前、な、募集してねえから、それは。動画はマスターエディットで。マスターエディットいいぞ。それ募集してたら結構いいぞ、それは。マスターエディット。ただ募集してねえ、そういうコーナーは。ほんと、何なんだよ。やめてくれよ。まあね、はい、そんな感じでね、いろいろ来ましたけど、泥団子がいいんじゃないですか？泥団子はね、かなりね、いいセンスですよ。うん、その砂場とかけてるその玉っぽい感じもね、表現されてて。うん、うん、泥団子足りてねえぞ、みたいなね。うんうん。これはね、よく使えるっていうのと。だからまあ、ほんと、泥団子皆さんね、ガンガン、うん、ね、応募してください、みたいな、うん、募集してます、みたいな、そういう感じで。ね、和尚のワクワクチャンネルはマスターエディットでお届けしてますっていう。マスターエディット、すげえかっこいいな、響きだけ。かっこいいでしょ、なんか。すっごいサラウンドシステムを導入してそうな雰囲気だけど、ただオナニーしながら作る。ああ、いいね。うん。まあなんかね、和尚さんキュートです、みたいなね。うん。普通オタンも来てますよ。あ、ありがとうございます。うんうん、ね、もうオナニーしながらキュートっていうね。オナキュー。オナキューってなんだよ。モロキューみたいな感じだな。モロキューのモロな感じがすごいんだ。モロキューはさらにモロな感じがするけど、ね。モロキューは本当にストレートだね。ストレートな感じでね。もしもがモロキューなんですよ、うん、つって。な、あとね、なんか普通オタも、ツイッターで、ツイッターネーム、うん、SKY、いや、SYKT さん。うん、はいはいはい、やっぱりこの2人の掛け合いはサイのコウだなーって。おー、サイのコウね、うん、はい、もうね、これね、砂の掛け合いですから、これは、うん、うん、あとはあ、これちょっとね、うん、お礼を言わなきゃいけないんですけどもね。はいはいはい、はい、カオリンゴさんからね。カオリンゴさん、お、ダッサン、オショウさん、高澤さん、いつもお疲れ様です。はいはい、どうも。お米をお送りします。東京はスーパー行くのも大変ですよね。ああ、和尚さんの食料ピンチを助けないと、エアがムーッと食べてしまう、はいはい、と思ってですが、高澤さんの、からお二人への受け渡しのことを考えていなかったので、移動したら感染リスクが高まると思うので、どうかお送りしたお米で感染することがないよう、収束したら受け取ってくださいということで、ね、カオリンゴさんからお米が高澤くんのところに届いてるってことね。やばいや、ありがとうございますね。もう親だよな。親だね、この発想。だからあれだよね、L 歌舞伎さんと、うん、この番組で生配信、ズーム配信やった時に、うんうん、いや、まあ我々もライブなくて、もう本当僕なんかもお金もなくて、うん、もう3日後に食べるものもないですとかいう話をしたんだよね。そうそうそう。生配信の中で。うん、で、俺がもう本当に食うもんないから、趣味で集めてるエアガン食べちゃうぞみたいな話をしてたら、うんうん、
心配してくれて、ね、お米を送ってくれたおかげで、うん、それでだってエアガンとブーツを置かずにお米が食えるようになるよく。いやエアガンとブーツは食わねえよマジで硬すぎっからどう考える。いやもうカオリンゴさんありがとう本当に。いやもうありがとうございます。優しいな、うん、うんうんうん。なのでね、ね、うん、ありがたく、まあちょっと受け渡しの方法等はねちょっと考えます、うん、もうありがたくいただきますね。え嬉しい嬉しいということでね。はい。いやー、まあね、このオーダーもね、こんな感じですよね。うん。うんうん。はいはいはい。うん、なのでね、うん、ちょっとね、だからまあ、泥団子はいいんでね、来週の泥団子、ちょっとね。来週の泥団子。うん。何にしましょうか。泥団子何する？何を求めますかね。お前、考えとけっつーの、本当に。何をやりましょうかねじゃねえんだよ。いいよいいよなんかじゃあ出たみたいなね、うん、その この時期にさ、うん、ステイホームの間になんか、うん、その覚えたこととかさ、やっぱ技ですよ技。身につけた技は多分ねあんまないと思うよみんな。その新しい映画見たとかはあるだろうけどさ、うん、いやだからでもなんか身についてるでしょ、みんな暇なわけだし、うんうん、こついね気づかずにこんなことができるようになってたみたいなさ、うん、あの鉛筆をさくるくる回すやつみたいなんじゃん、うん、あの授業中にさ、うん、そうそうくるくるくるって回してるやつとかさ、うんうん、なんかそういうのでもいいし、じゃあまあステイホーム中に身につけた技、うん、そうこれをね、うん、ちょっとね皆さん、まあ、技の解釈はまあ広く取ってくださいもう何でもいいですよ、うんうん、あの野菜炒めとかでもいいし、野菜炒めもなんかでも料理やってるって人多いだろうね。ね、自炊は多分増えたと思うから、うんうん、こんな技身につけたぜみたいなのをね、うんうんうん、教えていただきたいと思います。まあ、そうですね。泥団子ください皆さん、うんうん。お待ちしております。もうぶつけてこい。はい、はい。ね、うん。はい。で、まあ告知事なんですけどね、おしょうくんなんかありますか。まあ告知事はまあさっきも言ってましたけど、DJ おしょうのワクワクチャンネルって YouTube のね、はい、おもちゃレビューチャンネルやってますんで、うん、でまあ一応ねそのみんな自宅でステイホーム中だからあんま関係ないっちゃ関係ないけど、今ゴールデンウィークに一応入ったから、おお、そうなんだ。ちょっと今週はね、まあ1週間に2本ぐらい上げたいって感じで、うん、あら、うん、なるべく、うん、どんどんペースアップしてやっていきたいかって感じですね。うん、マスターエリートもはかどりますな。マスだからオナニーしながら作ってないから本当に見る人がそういうことでそう思ったのレビューチャンネルだから子供も見るのを前提に作ってますからはい、はい、僕やめてくださいそういうことを、うん、レーダーは何生配信まだ結構ガンガンやってくの。そうですね、まあ、今日これがアップされていて、近々で決まってるのがあの3日の日曜日に、はいはい、グレート義太夫さんね、それこそオフィス北の武志軍団のね、うん、あの先輩でもある、はい、グレート義太夫さんと僕で、うん、病気漫談っていうね、あの2人でやってるっていういいの来たね不謹慎シリーズ、うん、これタイトルがね、うん、イルコミュニケーションですから。お前それはそれはビースティーボーイズのあの名盤と言われるあそこからのの本当のいるな、うん、コミュニケーション病気対談っていう、うん、病気漫談っていうね、うん、番組を、いやまあこれは一応ねそのお互い病気を乗り越えてきた人のみがやれることだよね。やれることですからもう、うん、3時からね、日曜の3時からね、おーいいねいいねします。あと、うん、毎週金曜日はね内鹿島さんとの昼からなんです。まあこれ、うん、番組名を募集しているので、うん、今、真っ昼間。あれは仮なんだ、まだ仮、そうそう課題なんだ。うん。昼からなんですか、真っ昼間王子で今、争ってる。どっちでもいいわ、それは、本当に。うん。まあ、あとね、なんだかんだ、うん、4日か5日の夕方に、ちょっとダンマスター X さんとのセッションのリベンジ、うん、もう一回、もう少し早い夕方にあったダブサウンドみたいなのを、うん、Wi-Fi が、生きてるうちにやっちゃおうっていうのでね、4時、はいはいはい、6時ぐらいの時間帯でやろうかなと思ってるので。ああ、その頃はまだガンガン元気そうだね、そうだ、そう、Wi-Fi。まだつながるから、うん。うん。そういったことをやったり、まあ、あとはね、Twitter で随時ね、告知をしていきつつ、まあ、うん、タイミングを見てまたね、エル歌舞伎とも合流してやりたいですよね。そうだね、またズーム配信でね、ワイワイやりたいですね。うん。うんうん、なのでね、まあ、ワクワクマスターエディットはじゃあ、ぜひ皆さんね、マスターエディットは
名前はいいわ、かっこいい、そこだけ聞くといいわ、すっごくいい。すごくいい、すごくいい。俺だってもうちょっとね、あの編集慣れてね、やっぱオナニー、片手間でオナニーぐらいはまでは上達したいから。逆にね、逆にね。うん、もうあの、うん、余裕でできる感じ。じゃあ一応この番組見てる人だけに、うん、あの、わかる サインとして、うん、もしね、俺が本当にオナニーしながら編集できるようになったら、画面の右端にチンコマークつけるから。うん、それが出たら、全然この番組見てないけど気づく。なんかマジやんか出てる。チンコマーク出てたら、お師匠はもうそこまで上達したんだなっていうね、オナニーやってますっていうサインですって。お願いします。まあまあ、それはね、うん、ぜひ皆さんちょっと注目、要注目、右、画面の右側を注目だ。右側にチンコマークが出たらってことでね。はい、こっちゃっつってね。いやだから俺も生配信やりたいから、ぜひぜひね、ほんとまだ、僕の YouTube 見てない人、チャンネル登録をしてください。じゃないと1000人いかないと生配信できないんで。うん。うん。うん、やっぱね。今250人なんでね、うんうん。これはね、だからもう、あの、和尚が何かしらね、やらかすとしたら生ですから、うん、これ。準備してるとやっぱやらかさないけど、生だとやらかしますから、ね。やらかしをね、うん、見たいならばチャンネル登録お願いします。そうそうそう、やっぱやらかしてもらって生ですから。いや、やらかしたらやばいんだよ、お前。うんうん、まあだからね、まあそんな感じで皆さんね、ちょっと、またね、緊急事態宣言も1ヶ月伸びるみたいな話になってきて。そうだね、もうちょっと続きそうだからね。高い、ことになると思うんでね、ちょっとやっぱメンタルっていうかね、うん、あの、くだらなくて、うん、もうほんとしょうもないこととかをもうちょっと挟みつつね。うん。やっていかないとなかなかね、そうそう、あとね、もうほんとこの番組とかに、その、うんツイッターでハッシュタグダースオショーとかつけるって参加してもらうとさ、この、ただ聞くだけじゃなくて、こう、お互いこうね、相互関係で作り上げるみたいなラジオにできるから、ほんと泥団子皆さん、バンバンぶつけてくださいねって感じですよ、本当に。よろしくお願いします。うん、お願いします。はいはい。ハトアミのダースの大喜利ポン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 うるせえな。学園ジャー DJ オショーでした。はい。二人揃って。はー。